リデ,ディエドーラリデ,ディエドーラは、フランスの航空の先駆者である。フランスの郵便航空の会社でパイロットを指揮した。モントルイルに生まれた。第一次世界大戦中は、戦闘機のパイロットを務めた。戦後ソシエテでリーニュラテコエールに入社して、パイロットを務め、後に、責任者となった。鉄の意志を持つ男という伝説が生まれ、ドーラは、 多くの人々の称賛と一部の人々からの嫌悪を受けた。少しでも飛行に対する恐れを示した者や、彼の方針に疑問を持つ者、郵便飛行の魂を守らないものを排除するのに、ためらわなかった。会社に雇われたパイロットは、エンジンの洗浄と、再組み立ての油まみれになる仕事から始めることになった。ドーラによれば、この仕事によって、 パイロットは蒸気を大切にする気持ちを教えるとした。才能のあるパイロットに対しても、厳しさは変わらず、ジャン・メルモーズが見事な操縦の技能を見せた時にも、ドーラは私が求めているのは、サーカス芸人でなく、バスの運転手だと言い、メルモーズもエンジンの洗浄から始めさせた。 これらのドーラのやり方は、ラテコエール航空、後のアイロポスタル運航を正確で信頼できるものとし、アイロポスタルは、南大西洋を横断し、アンデスを超えるトゥルーズとチリのサンチャゴを結ぶ路線を運営した。しかし1933年にエアロポスタルが、エールフランスに統合されるとき、ドーラは排除された。1935年に、ドーラは、 エアーブルーを設立し、フランス内外で、1日、または一晩で、荷物を運輸する業務を始めるが、1939年に、戦争が始まると、軍の指揮下に入った。戦後、夜間郵便飛行を再出発させるが、その後オルリーで、エールフランスの運行主任となり、1953年に、引退するまでその職にあった。 1969年に没すると、ドーラの意志により、アエロポスタルの基地のあった、トゥールーズのトゥールーズ・マントドラン空港に葬られた、アントワーヌド・サンテグ・ジュペリの夜間飛行の登場人物の支配人リビエールは、ドーラをモデルにしたものであるとされる。ありがとうございます。